ソケット TR4 は AMD より発表された全アーキテクチャをベースとして作られたデスクトップ PC 向けの CPU ソケットである。別名はソケット SP3R2。このソケットはライゼンスレッドリッパーで使用し、インテルコア X シリーズと同じ立ち位置にあり AMD の一般向けでは初となる LGA ソケットを採用している。このソケットは 他の LGA ソケットと違い、マザーボード側のピン折れ対策として CPU を取り付ける際にキャリアフレームを利用して取り付ける仕様となっている。大まかな手順としては CPU をキャリアフレームに取り付けるネジを緩めフレームとスロットを持ち上げるスロットに CPU を取り付けたキャリアフレームをセットするスロットを戻した後に金属フレームを戻しネジを固定するネジは T20 が採用されているが必要以上のトルクをかけると破損する恐れがあるとして AMD は付属の一定以上のトルクがかかると音が鳴る。付属のトルクスドライバーを使うよう呼びかけている。現時点ではスレッドリッパー用のソケットとなりサーバー用として発表されているエピックはソケットの物理互換は持つが電気的互換は持たない。 X399 チップセットを使用する。ありがとうございます。